ゆずチューブ、イエーイ。みんなに幸せな雨を降らせます。雨降らしの市川ゆずきです、イエーイ。ってことでね、今日もゆずと楽しく暇を過ごしていきましょう。ってことでね、早速今日のゲストをご紹介いたいご紹介いたしたいと思います。ってことで今日のゲストはこのつのちゃんです、イエーイ。まあ、なんでねこの子にしたかというと、やっぱねゆずチューブといえどね、やっぱ自粛中といえどみんな花ちゃんとのね2人のね YouTube を見たいなって思ってる方多いと思うんですけどね、やっぱ一緒に今は撮れないので、この子はね花と一緒にディズニーに行った時に2人でお揃いで買ったぬいぐるみなんですけど、花とあのブーちゃん、モンスターズインクのブーちゃんのコーデでお揃いで行った時に、ブーちゃんが持ってるねこれぬいぐるみなんだけど、それを買ってね、別に角って名前をつけたの、ここに角があるからだけなんだけどこれでちょっとでもね今日はねみんなに花のことを思い出してくれればと思います。だってなんか花に似てるし、よくないね、いい感じじゃない。まあ、こんな花目で描かないけど、まあ、そんな感じで、じゃあ今日も角ちゃん、今日のお題は何でしょう。ドゥン、10歳以上に見えるメイクに挑戦、イエーイ。ってことでね、今日は10歳以上ってことは、私今16歳なんですよ、高校2年生だから。10歳以上ってなったら26歳ってことでしょ。26歳はだからいわゆる高木さんの年に見えるってことでしょ。それぐらいの想定ってことだから、え、すごくない？できるかな。できるかちょっとわかんないけど、だから今ねちょっと幼っぽめのツインテールとか、ちょっとね可愛いガーリーな部屋着なんだけど、ちょっと大人めな26歳の私に変身していこうかなと思います。頑張ろう、イエッってことで、じゃあ大人めな26歳の私まで3、2、1、バン。ということでね、今メイクをし終わったんですが、なのでこの下はもう今10歳以上のメイクになってるかと思われます。どうだろうな。でもね結構髪型はねいつも通りおろしにしてみました。巻いて巻きのおろしだけど、見てわかる通りちょっと前髪に変化があるので、ちょっと全部されてみてお楽しみにしていてください。ということで、じゃあまずはマスクから撮りたいと思います。マスクまで3、2、1、タラン。どうだろう、変わってるかな。私いつも2個塗ってるんだけど、1個目口に最初あの薄めのいつも可愛い感じのピンクのラメを塗ってたんだけど、今回はちょっと大人っぽいピンクっぽい紫っぽい感じの大人しめな大人っぽい色を塗ってから上に赤を塗りました。だから結構大人っぽくキリッとしたメリハリのある感じになってるのではないでしょうかそれでね、あのいつもライブとかはリップじゃないチークをすごい塗るんだけど、あんま塗らないようにしました。なんかそっちの方が大人っぽいかなと思って。それで、ね、一番工夫したのは鼻なんだけど、ノーズシャドウとハイライトを結構しっかりめに入れました。わかるかな、わかんない、こんな感じにしてみました。でも下地まだわかんないよね、やっぱわかんないと思うので、本題の上に行きたいと思います。じゃあまず右から行こうかな。右から行きます。右目まで3、2、1、タラン。わかるかな、どうだろう。でも結構あのいつもと違ってアイラインも長めに引いてみたんですよ。で垂れ目っていうよりはちょっと上にピュッて上げてね、キリッとした感じにしてみました。アイシャドウもね結構暗めな色をね選択しました。いつもは結構ピンクでラメって感じなんだけど、まあ、ピンク明るいって感じなんだけど、今回は暗めな色をちょっと選びました。結構変わったんじゃない？そう、ほら見てもここで分かる通り流してるんですよ前髪を。それ結構大人っぽくなってるかなって思います。ということでね、全部見せたいと思います。いいかな、アイシャドウまで3、2、1、いや、いた
全部まで3、2、1、あ、痛い。じゃん、どうでしょう、変わりましたかね。結構変わったと思うんだけど。アイラインはキリッとしてますね。結構変わったでしょ。どうかな。まずリップね、この2つ塗ったの。下にまずこれ塗った、シャネルの。これはなんでこれを塗ったかっていうとね、やっぱ大人になるためにはどうしたらいいんだろうって考えた時に、分かった、アーリンさんからもらったリップを塗ればとりあえずは20代には近づけると思って、アーリンさんからいただいたこのちょっとね深みのあるお色を下に塗って、ほんでこれいつも私が使ってる Too Face っていうブランドのリップなんだけど、真っ赤でしょ、これの上に塗りました。だから結構キリッとしてるでしょ。アイシャドウはこれクリオのね、春の時に新作で出たやつなんだけど、このねここら辺の明るいピンクを使ってるの、わかるかな。だけど今日ここ深みのある赤を使った、あれすごい大人っぽくなってると思う。あ、そう、でここの一番ねポイントにしたノーズシャドウは本当にあれ、私他の代用しちゃうの、あの眉毛メイティントのエチュードハウスのやつのここの一番薄い色をここにぼかしてながら入れて、その後一番端っこのねこのハイライトをのせた。ほら結構光ってると思うんだけど、わかる？ほら、あ、服装もね結構ね大人っぽくしたんだよ。上はねこういう感じでちょっとシンプルめな赤の横ラインのものにして、やっぱ横ラインって膨張しやすいじゃん、だから下はね黒のパンツで引き締めた。でちょっとなんかちょっと見えるか見えないかぐらいのチラって感じ、ちょっと大人っぽくしてみました。どうかな、なってるかな10歳以上に。でもなってるかちょっと確かめたいと思うので、今からあの年齢審査みたいな、なんていうの、年齢検査、なんていうんだろう、年齢をやっていきたいと思います。どうだろう、なってるかな。できました。お、待って、見て驚くなよ。あ、一人で26。お、ぴったり10。すっごくない？ぴったりだよ。え、すごくない？え、なにこの感動？え、伝われ？え、すごい。あ、消しちゃった。消しちゃった。すごい。ということで、26歳でした。やったー、嬉しい。めっちゃ嬉しいんだけど。だから、チャレンジ成功。嬉しいですね。私は高木さんになれたということで。調子こくなって。はい。ってことでね、今日は大人っぽい。10歳以上なれたかなっていうメイクの挑戦でした。ということで終わりたいと思います。皆さん今日も見てくださってありがとうございました。高評価、グッドボタン、チャンネル登録全部お願いします。また次の動画でお会いしましょう。以上、オーバズルバラエティーゆずチューブでした。バイバーイ。